ヘいへいへい！!1 月12日ビットコインブレイクということで皆さん、ビットコイン、とうとうブレイクしてしまいました。そして、それは私が言ってきた、この高値、二点点字をつける。うん。つけて、この高値を抜けて確定できなければ、これはもう、強い売り圧力がかかって、 落ちていくのではないかという分析をしてきました、言ってきましたけど、そうなるのかならないのか、うん、どうなるんでしょうかっていうことを思いますが、うん、これ抜けな、抜けれないと、うん、落とされるしかないぞって言ってきた話は、え、見方はですね、変わりませんね。はい、ということで皆さん、前回、え、ビットコインこれ、 そこね、つけたのか、つけてないのか、皆さんどう考えてるんですかよかったらコメントしてくださいと言った、えー、動画にたくさんコメントをいただきました。ありがとうございました。はい、ということで、今回はちょっとですね、違う、えー、動画の内容でいきたいと思うんですが、えー、全暗号資産の中で、えー、人気がある、うんえー、保有者が多いコインってことだね、うん、とか、 あと、普及率が高いコインとか、あと、収益性が高いコインのベスト30ぐらいをね、ちょっとご紹介していこうと思います。保存版になります、この動画は、皆さん。ね。それと、あと前回のコメントで、あの、ちょっとね、FX の話、為替の話になるんだけどさ、うん、あの、コメントで質問が来てるので、 あの、すごくいい質問が来てるので、あの、その回答をね、ちょっとご紹介していくので、まあ、興味ない方は、うん、途中で、あの、降りてください。ね。興味ある方は最後まで聞いていただけたらと思います。では行く。はい、それでは2023年、えー、人気の高いコイン、普及率が高いコインってことになりますが、えー、アドレス数と、えー、取引高ベースにより、58件、うん、えー スクリーニングされています。はい。ということで、えー、ビットコイン、イーサリアム、テザー、USDC、えー、USBD、うん。えー、なんと、えー、<laughs> 4位に、うん、4位か ?1、2、3、4、5位だね。5位に、に同時コインが入ってるみんな <laughs> 素晴らしい同時コインうん、人気あるぞ、このコインは。はい。人気が高いということは、まあ、 えー、価格がね、うん、上がりやすいとも言えますね。そういう見方もできなくはないですね。うん、そして、えー、6位がポリゴン、うんえー。7位がライトコイン。えー、次が、うん、ステーブルコインだね、うん。で、シバ、アバランジェ、ユニスワップ、WBTC、えー、リンク、リンク持ってる方おめでとう、えー。ビットコインキャッシュ意外と人気あるんだな。うん、えー、エイプコイン。 えー、クロノス、えー、クワント、うんえー、オーブ、パックスドラ、これはステーブルコインだな。うんえー、これもステーブルコインだ。うん,ん違うな。あ、ステーブルコインだね、これも。なんかペッグが、なんだこれ、1つだけ、ステーブルコインの中で、なんか下がってるっていうか、うん、外れてないか、1ドルに対して。まあいいや。はい、えー、どこまでいった、うんえー、チリーズ。 アクシスインフィニティ、サンド、えー、ディセントランド、フォン、ファンタム、メーカー、ザ、グラフ、ダッシュ、えわ、ー、からない、ネクソ、えー、こ、わからない。<laughs> ちょっとごめんみんな本当に、えン、ー、ワインチ、BAT、エンジコイン、ガラ、えー、バル、<laughs> コン、<laughs> コンパウンド。<laughs> ちょっと読み方がわからない。<laughs> イーサリアム。何これ ?ENS、e、って読むのか。うん。寿司。YFI。えー、ボーン。これなんだあのー、あれかなえーの、ビットバンクに入ってるやつかなちょっとわかんないけど。うん。はい。ということで、まあ、58件はこの通りになってますね。うん。はい。 FTT が入ってるぞ、まだ。<laughs> 売れないのに。ん ?FTT。えー、そうだね、FTT。うん。問題のコインでしょ、これ。うん。売るところが、一箇所ぐらいしか今ないんじゃないの売れないんじゃないのだけど。ね。はい。ということで、皆さん、えー、これが2023年現在ですね。 普及率の高いコイン、いわゆる人気の高いコイン、ベスト58になります。<laughs> はい、次行きましょう。はい、続いて2023年、現在、収益性が高い大半のアドレスで、現実、実現利益が出ているコインになりますね。え、ベスト37位を発表します。はい、ビットコイン、イーサリアム、同時コイン、ライトコイン、レオ、OKB、OK、クワント、 パックスドラー、パックスゴールド、GMX、ボーンズ、うん、わからない、なんて呼ぶのか、全然。うん。ライブペア、えー、知らないな、これも。うん、これも知らない。ボイジャートークンって呼ぶのか。えー、クロミア、あ、全然知らん。えー、ロケットプール、えー、ちょっとわからない。これもわからない。MVL、ちょっとわからない。えー、シーク VR、えー、NKN、ネスト、プープル、 トコル、プロトコル、えー、STP、うんえー、ステーブルかこれ。ペック外れてないかこれ <laughs>、うんえー。ちょっとわからないね、ここから辺は。ごめん、みんな、ねうん。全然知らない、うん。読み方も。はい。ということで、うん、以上になりますね。37位まで。はい、ご紹介しました、はい。収益性が高いということで、 まあビットコインはねあのー、まあ少し前までうんあのー、ずっと下ってきてたからさねその中で反発したコインとかさね、うん、そういう可能性があるね反発したそれか下の方で、えー、たくさんあのー、まあユーザーが、うん、ホールドしてきてるコインってことになるねだから新しいものかもしれないってことのも考えられますねはいということでこの調べ方になりますけど えー、概要欄にねリンクがあるので、えー、スクリーニングかけて、うんあのー、割り出すことができますいろいろと、うん、で今あ自分がね調べたものについては既にカテゴライズされていてカテゴライズって言えばいいかな、ねうん、もうあのー、フィルターがかけられているので誰でもすぐに見ることができますはいということでちょっと次もご紹介しましょう はい。続いて、2023年、売り圧が高いコインということで、損失を被ったアドレス数が最大のコインになりますね。はい。えー、47コインあります。はい。えー、これはですね、まず1番から。うん。えー、ポリゴン、シバイ犬、アバランチユニスワップ。んこれはちょっとなんていうかわからないけど。ね。チェーンリンク、エープコイン、クロノス、オーブ、 チリーズ、アクシスインフィニティ、サンドボックス、ディセントラルランド、ファントム、メーカー、ザ・グラフ、ダッシュ、うん、ちょっとわかんないね、ここら辺はね、本当に。ね、ワンインチ、ルーピング、BAT、エンジコイン、ガラ、コンパウンド、うん、イーサリアム、ネーム、サービス、スシスワップ、同時、なんだこれ、同時ンマスク <laughs> ドジロンマスクだってよ。変なの。うん。え <laughs> あと、ZRXONT。はい。ストレージ。ということで、まあ、以下。うん。えー、全47件になりますから。まあ、これはですね。えー、売り圧が高いコインということで。えー、例えば。えー、ビットコインとかさ。ね。まあ、そのコインだよね。うん。ポリゴンの売りのターンが来たときに、 うん。あのー、有効活用うん。できる情報になるかもしれませんね。この一覧っていうのはね。うん、FX やる人だね。要するに。はい。はい。続いて、2023年。えー、コミュニティが活動的なコイン33位ですね。えー、このコミュニティというのは、暗号資産、その通貨のコミュニティで、テレグラムメンバーと、えー、GitHub の えー、グループ、そのコインのグループにコミットしたものから算出されています。はい、ということで、えー、1位、ライトコイン、2位、アバランチェ、3位、チェーンリンク、4位、クロノス、えー、リドダオちょっとわからないけど、うん、オーブ、アクシスインフィニティ、ディセントラルランド、ファントム、ザ・グラフ、フレックスシェア、うん、わからん、これは、これは。うん アンカー、知らん。<laughs> 知らない。<laughs> うん。知らない。ちょっとごめん。読めない。知らないから。うん。はい。えー、ちょっと全然知らない。けど、活動、活動してるってことだね。あの、コミュニティはね。<laughs> うん。はい。まあこんなようなリストになるんですが、えー、あ、これはあれだね。あの、ビットバンクに入ってるね。ボンバーエボンバーエって呼んでんだけど、俺は <laughs>。ね。うん。 はい。ということで、まあ33件ですね、これが。うん。えー、テレグラムメンバーと、まあ GitHub の、えー、メンバーが、えー、活動的っていうか、まあ多分人数になってると思うんだけどね、おそらく。あのー、メンバーのさ、合計の。うん。かもしれないけど、そうじゃないかもしれないけど。うん。えー、と、とにかく GitHub とテレグラムメンバーから、まあ、えー、 スクリーニングされた、えー、全33件ですね。ライトコインなんかは、まあ、あの、半減期が近いということで、ね。うん。あのー、盛り上がってんのかなっていうことは思いますけど、ね。このコミュニティに関しては、その暗号が、まあ、今後、うん、価格を上げてくるのかっていうことで、まあ、一つの材料としては見れるよねってこと思いますね。うん。要するに、その、 コインの発行元がまだ活動してるのかっていうことにもよるしねそのコミュニティが何らかの形でその、えー、コインの、えー、発行母体に、うんあのー、参加している、うん、協力しているっていうことになるから長期的な目線で見るときに、うん、一つこのコミュニティが、えー、活動的な、うん、コインっていうのは まあ見方ととしててはありだよなってこと思いますね、うん、そのコインがもう死んでるようなコインだったら、ね、その発行母体も死ん,で死んでるような活動しかしないわけだし要するに活動しないってことになるけどさ、ねうん、あとそこに参加しているメンバーもチーンってお葬式モードになってるってことだからコミュニティが活動してるのかしないのか、うん、このランキングっていうのはそのコインの価格が上がるのか上がらないのかっていう。 長期的な目線で、うんえー、材料としては、うん、見てもいい材料じゃないのってことは、私的には思いますね。はい、はい、それでは本日のビットコイン円建てをちょっとね、えー、全体的に見ていきますが、ビットコイン238万まで復活したね、3%、えー、XRP49 円3%以上だね。 イーサリアムは十八万四千で四パ、うんえーセント。これはゴールドの裏付けだな。GPZ、うん、ZPG、うん、か。うんえー、まあ、マイナスだと。うん、えー、マチック、うん、プラス二点三・五パーセント、百十六円か。えー、他にも、うん、見ると、まあ、だいたいプラス。まあ、二・三パーセントって感じだね。うん、ステラも十円か。うん はい。ということで、えー、シンボルか。うん。これ前回も見たとき、ちょっとマイナスだったね。弱いね、シンボルは。うん。なんか基本的にさ、ね。うん。なぜかわからないけど。はい。 はい。それではね、えー、分析のもちょっと続きやっていきますが、イーサリアムのドル建て冷やしになってますが、えー、1397ドルということで、えー、このね、長期的な、えー、ラインをね、前回この斜めラインね、超えてきたね、ということで、えー、この紫のね、あのー、抵抗もちょっと上に抜けてきてるね、これね。うーん。はい。ということで、えー、まあ、過去の動画でね、まあ、分析的に言うと、まあ、このね、うん。 上か下か、えー、あの抵抗レベルがあるのでまあどっちかでね、うん、落とされる可能性あるよねだけど今ここの斜めのラインを抜けてきたからちょっと期待はあるのかなとかねそんなような話はしてきているんですが、えー、私の動画の中では、えー、去年からですねもうビットコインは買う場所っていうのは2か所しかないぞということで。 えー、パターン A とねパターン B を皆さんにね紹介してきて、えー、ビットコイン底値で買う作戦っていうのをやってるんですが、えー、現在ですね、まあ、パターン A が、あのー、残っているわけで、うんえー、まだねその123万ドル、えー、12300ドルかな。 ね。うん。まで落ちるのではないかという目線は私的にはまあ変わらないという,、うん、いうことですがイーサリアムの場合はまあここがね安値になってるんですけどそれをね割らずしかも斜めのラインを上に抜けてきた。うん。でこれは、うん、ちょっと見方にもよるんですけどね。この山を、うん、作っているこの安値だよね。うん安値からこの紫のレベル。 の間が、まあ、レジスタンスになってるなっていうふうに見れるのでまあちょっとまだね、うん、完全に抜けたとも言えないなってことは思うんですね。うん、ちょうどそこでで抑えられてるみたいな、うん、感じですね、うん、ということで、まあ、イーサリアムもしビットコインが123万ドルまで行くんだったら、うん、ここからまあ落とされても一、まあ、回このね斜めのラインか黄色いレベルで。 うん、下げ止まる、うん。ということも予想できるので、これは実は安値なのかなっていうふうにも見れなくもないんですけどね。今のところ。うん、ただ、あのー、期間的に言うと、時間的に言うと、うんあのー、確か年越す前に、えー、ビットコイン30日みたいな確か動画がありますよね。うん、だからその目線っていうかも、あのー、そのままなので。ねうん、だから えー、残り、うん、18日になるのかな、うんね、?18 日後あたりが時間で言えば、うん、そこねになる可能性があるという見方を、えー、優先したいと思います、ね。価格がいくらなのかっていうよりも時間がいつなのかってことはね、うん、そこをちょっと注目していきたいなってことを思いますね私はね。 うん、ということでまあこれが上に行こうがちょっと下に行こうがまああと18日間見るってことだね。うん、ねまあビットコインがさ今の位置あの最初に紹介した通りのレベルになってるので、えー、鉄のね天井が控えているということで、えー、しかも2回目つけたということで強い売り圧力がかかってくるのではないかっていう見方は変わりません。 ということから、まあ現状イーサリアムの方が引っ張ってるとは言えるんだけど、うんイーサリアムも落とされる可能性は十分あるね。ここからね。うんまだただ、うんまあ、あと時間をねあのちょっと優先的に見たいからね。うんまあとにかく18日後って感じだね。うんどうなっていくのかっていうところをちょっと注目していきたいと思います。一応マックリはまだ上目指してるよね。うんいいねっていうことは思うんですが、ね、うん、時間をちょっと優先にしようかなってことです。 はい、はい、そしてリップルドル建て冷やしは0.37ドルということでリップル頼むぞお前このままこの上のレベル抜けてくれっていうことをね思ってますねちょうど今当たってるのかなこれねうん当たってるようにも見えますけどねうん下の方でさこのままなんていうの,あの上の方かか上の方でさこうなんかあの横に動いてもらってパーンって。 ね上に抜いてほしいねみんなうん、ね、リップルほんとここだけはねなんとかわらなんでねうん上抜けしてほしいほんとにねこれ下に行くのと上に行くのって全然違うからねうんっていうことはあの皆さんも分かってるとは思いますけど、ね、うんまあ日にち時間をね今優先するって言ったんでね まあ一応上向いてるなんか方向感出てんのかなこれまあ出てるね一応ねうん下つけて2回つけて上ということでねうんね一応この安値はね実体ベースではねうんここまあ割らなかったということでねここら辺は評価できるねうんということは思いますねはいまあとにかくですね、うん、あのー、あと18日後が どの辺りにいるのかっていうことが、まあ、問題だね、うん。価格よりもちょっと時間を優先したいと思います、ね、はい、はい続いてステラルーメンね冷やしのドル建てですが0.08ドルということで、まあ、前回言ったね、うん、MACD 的にはね方向感出てるねということで話してきましたが、うん、そのまま継続して、まあ、上にねこう上げてきましたね。 でこの、まあ、第一関門というか、ねうん、レジスタンスが、まあ、ちょうど効いてるのかな、うん、っていうような感じだね。うん、これ抜い,抜いてほしいんだけどね、できればね。<laughs> ねまあ、どうなるかはちょっと分かりませんけど、うんまあ、ビットコインは一応下目線ということでただ間違ってるかもしれません、ねうん。ただ一応私的にはあのまだ下目線継続とあと時間を優先してみるということで。 まあセラルーメンね、まあ、どの価格になるか分かりませんけど、落ち着くか分かりませんけど、うん、あの一応ね、最大限に落としてもまだ下のレベルっていうのは、あの過去にね、話してきた通り、うり、ん、ちょっと忘れちゃったけどさ、ねうん、結構、後ろの方だったね、うん、こうこ,こだね、0.048ドルか、ねうんはい、可能性は、うん、もうないかもしれないけど、ね、うん。 まああ一応ね、あのー、そこらへんも、まあ、含めて自分は見ていくってことですね。はいまあ終わってるかもしれないけどね、うーんあの下げはね。はいということで、えー、引き続きちょっと注目していきたいと思います。はいそして注目の XDC ですけど、えー、現在0.026ドルということで、えー、このねレジスタンス。 がまああるので一応斜めのラインは抜けても落とされる可能性はうんちょっと考慮していかなきゃいけないね安心できないねっていう意味だね要するにうんで現在ですがこの斜めのラインがまあなんかこう押し目みたいになってるね多少はねうんねあとここかねうんはいこの水平線と斜めのレベルを上抜けててえなんか押し目になってるような感じにも見えますねうんマック D はえー あ2回目だねここ、うん、くぐってる、うん、ように見えますけど、うんねうん、ただちょっとなんとなくあ,のあれだね、うん、まあよくわからないね、うん、綺麗にこう上がっていけばいいけどね、うん、はいということで、うん、この半分からさねこう下のレベルを通ってきてさうろうろってしてきてさこう上にぷよーんって出るのはいいよねこの中間のゼロ。うん ゼロのレベルをさまあ何でもそうだけどね。こう下からくぐって上に行く。下からくぐって上に行くで、下からくぐって上に行くうんけど、高値は徐々にこう下げてきてるね。今のところね、この3点繋いだあたりとかさね。低く高いところから低くなってえー。この高値からまた低くなって今こう。少し折り返してるよね。うんだから。ちょっとどっちなのかな？っていうところだね。うんね。まあ価格的にはさもういつ買ってもいいよね。うんね。 あ一応さこの黄色いレベル、うん、もう一度こう、ねあのー、目指す、まあ、その前にはこの緑の、ね、ラインだけど、うんね、可能性はあの考慮していかなきゃいけないねっていうことは話してきてるんだけどさ、ねうんはい、ということで、まあ、イーサリアムやビットコインしたいかなってことは思いますねで今株価がさ上がってきてるじゃない皆さん、ねあのー、米国産出。 ねでマックリーも上を目指してるね今あの米国産指数の,の産指数がちょっと全部は見てないけどさ、ね、S&P500 はそうだったねうんで仮想通貨関連株もまあ戻りが入ってるねうんということで、まあ、全体的にはね、うん、上方向やっぱ目指してるのかなっていうふうにも言えますよね一つの見方としてはねうんはいということでまあ あと18日後が、まあ大体どのぐらいのレベルになるのか、うん、まだその経緯だね、経緯にちょっと注目しちゃいけないなってことは思ってます。はい。はい、一応ね、もう一回ビットコインに戻ってきましたが、過去の動画でね、あの、もしこれからボトムをつけるとすれば、ボトムをつけた後に、思いっきり上昇するという動画、あの、出してますね、私は。うん、見てない人はね、過去の動画、 あの直近の動画なんですぐ見つかると思います、見てください。ねうん、あの大きく、ね、あの上昇する、ボトムをつけてから、うん、っていう目線も考えてるので、うん、ちょっと FX でねロングポジション、イーサリアムあたりで取るか、うん、ビットコインで取るか、ちょっと分かりませんけど、まあ、そういうこともちょっと考えながら、うん、今後の、まあ、ビットコインの底根を、ね、探っていくっていう、うん、その経緯だね、日にち、うんえー、そこに到達するまでの。 うん、あの注目していってください皆さんねこ,こから18日間はまあ仮にあのエントリーポジションを取るということを考えている人は目が離せないようなね期間になると思いますはいそれでは本日はここで終わりにしますが、えー、この後はね視聴者さんの回答にちょっと答えていくということで、えー、ここで一回終わりにしたいと思いますよかったら、ね、チャンネル登録とグッドボタンお願いします はいそれではね、ビットコイン、えー、安値、ね、もうつけてるのかつけてないのかというね、あの私の質問に、えー、前回の動画で、えー、回答してくださった皆さん、本当にありがとうございます。はいということで、えー、このコメントの中にですね、ちょっと FX について、あのー、いい質問があったので、ちょっとご紹介しますね、皆さん。 えいつも有益な内容ありがとうございますやはりゆきさんの言う通り FX 撮影に覚悟とレース差が必要だと感じますそこで私も FX のあり方を考えていく中で戦略の一つである縦値撤退について考えるようになりました私も縦値撤退は一見有効な貿易戦略だと感じていましたが実はテクニカル的に意味のない場所であることが少なくない上えー、損切りリスクを過剰に恐れている状態だと思えてなりません これめちゃくちゃ深い考えですよ、皆さん。うん。っていうふうには私は思ってるんだけどね。うん。ええー、そうなると、そのような精神状態では、そもそも相場の世界に挑むべきではないんじゃないかと感じるようになりました。結城さんは縦根撤退について、どのように考えていらっしゃるでしょうか。これめちゃくちゃ、あの、いい質問だと思います、俺。本当に。うん。あの、ちょっと私の考え、説明していきたいと思います。では行く。 はい、えー、ちょっと私のね経験上の話しますねそれとあと私は皆さんにね FX の技術を話せるようなまだまだレベルではないということを自分で思っていますし発揮してこの話をするっていうのはちょっと恐縮だなってことは思ってますねっていうことをあの前提にちょっと話を進めていくんですが今の質問の、えー「テクニカル的に意味がない場所が多い」って書いてあったんですがこれ私もですねあの今まで あの縦撤退っていうの、うん、確かにしてきたことはあ,のありますし、ね、考えてやってきたっていうことがあるんですが例えば今のドル円のこの4時間で考えた時にあのこのレベルね今ちょうどいいですよね、うん、からロングする人たちがいるわけですがその人たちが「立て撤退」をここでするのか、ね、戻ってきて「立て撤退」をする、ね、これ意味ないよねっていうことを言いたいわけですよねその通りだと思います俺もね。 あの損切りするんだったらこの一番安値を割った時に、うん、初めてしなきゃいけないでしょうみたいなねそれかこのなんていうのちょっと上のラインとかね、うん、まで来た時に縦根撤退ってなるんですけど安値が見えてない場合に、うん、あの安値と高値が決まってない場合ですよね、うん、決まってない場合にこういうところであの要は損切りをかけてしまうってことになりますよね話的にはね、うん。それはテクニカル的に意味がない場所 が多いって書いてあったんですけど、その通りだと思いますね。うん、その通り。うん、あの、ちょっと偉そうにちょっと聞こえたらすいませんね。うん。俺も、あの、同じような経験してきて考えさせられた時が多くて、うん、仮にこっからね、あの、ロングポジションを取るとしてもね、うん、リスクリワード的にはね、このレベルで。 あの損切りするね。ここ割ったら損切りするでいいわけですね。要するに自分のポジション管理と資金管理が大事だってことですよね。これね、うんどのぐらいでこあの資金に対してどのぐらいのポジションを取るのかっていうことですよね。うん、それによってもまあ変わってくるんですけど、間違った。損切りをする場合、っていうのはここで縦に撤退ね。上がって戻ってきて縦に撤退。これ意味ないです。本当に。 うんってことを思います要するにここまで引き付けてからロングするか、ねうん、ここまでこれを割ってから損切りするかっていうポジション管理ができればあの縦寝撤退っていうのはしないわけですよね、うん、ってことは思いますねここで縦根撤退することに意味がないっていうのは、ね、こういってこう割ってきてここで上がっていくっていうことがあるから。 ここで縦根撤退するのは意味がない、うん、テクニカル的に意味がない場所のことの方が多いっていうことになりますよね。損、うんうんえー、切りはここ,にここが正しいといいとととうになると思いますであの私も同じようなあの考えをあのなんていうの自分と向き合ってて、ねまあ、してきて、うん、出てきたこれが答えになりますね。 安値が決まってない人がやる行為だと思います、これは。それから逆にあのショートする場合は、高値が決まってないから、そういう無駄なところで立て寝撤退ってったりいうのをするんじゃないのっていうことを思いますね。で、それは意味がない、その通りだと思いますね。いということで、今回ね、ちょっとあのすごくいい質問が来たなということで、私もの経験を含めて、私はまだ皆さんにね、相場をね語れるような話、うん、あの立場ではないんですけど、ね、 経験上の話をちょっとさせていただきましたけど、お役に立てたでしょうか、うん。よかったらね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。失礼します。